はい、どうもごつさんです。来ましたね、これでデータ更新。はい、来ました。第2部がねこれで始まるので引いていきたいと思ってるんですが、とにかくねボイスを誰よりも早く上げたいというので、とにかく魔法少女と戦う。ちょっと4時半になっちゃいましたね。国を救うという願いで4時という予定だったんですが、さあちょっとガチャの詳細来てますね。でちょっと今回このガチャの詳細見て思ったんですけど、10連やると星3以上確定の枠があって、そこのとこだけ、まあ、10連の中に1枚なんですけど、星4魔法少女かなと 2% っていうね、普通のやつの倍の確率になってる1枚があるので、そこでね多分引けてるのも多いと思うんですよね。でだからそこのことをよく考えると、もしかしたらこの単発チケットっていうのは先に使わないで、100連の天井が近づいた時に単発チケットで引いた方が星4が出づらいので、天井に行ける確率が高まるんじゃないかという、まああんま変わんないんですけど、一応ね細かいところで、はい、なのでもういきなりね10連で行っちゃおうと思います。単発チケットは天井への調整のために使った方がいいんじゃないかということをちょっと思ったので、単発ではね10連の時では出づらいっていうことになるので、なんかね90何連目とかで出ると本当に天井に近づいたことがあまりに意味がなくなっちゃうので、80連ぐらい超えたらもう単発チケットで近づいていくっていうのがいいのかなと。まあ最後の特にね90連からは行っちゃった方がいいのかもしれないです、単発チケットでね。はい、あっ1020連終わりましたね。というか新しいメモリアがまだ出てないかな。ちょっとね今回の星4のメモリアもちょっと狙ってるので、できればね貫突してプラス7枚にしたい。おお、闇熱いんじゃないかな。まあイロハの後ろ姿でしたけど、さあどうでしょう。いやもうちょっとねガチャのラッシュ限定が多すぎてね、もう今に引いとかないとっていうので、タルトもまだね2凸なのでもう1枚引かなきゃいけないかどうかってちょっと悩んでるんですけど、まあリズがね早めに来たら引きたいなと思ってます。早いな。まあ天井までサクサク行きましょうか。もうねメモリアの整理が大変で、はい整理してきました。じゃあ行きましょう。40連目かなこれで。あなたの因果に起き、まあ、こんぐらいはねサクサク、はいはいはい。水のウイちゃんすか。水だと誰だ。まあおおマジか、早い。闇多分これそうですよね。来い、私はリズ、イタリアから来た傭兵よ。名字？そうね、今はただのリズということにしておいてもらえるかしら。ありがとうございます。早かった、40連で。まあこのままね本当は引いていきたいんですけど、ちょっとボイスのね動画を上げたいので。おお、新キャラの新しいメモリアも星2の方来ましたね。星4の方来てないか。まさかキャラの方が先に来るとは思わなかったんで、ありがとうございます。早かったな。はい、あじゃあ33連目で出たってことですね。ありがとうございます。まあ単発チケットも残ってるので、まあ、2体目はね一応1凸は絶対しておきたいと思ってるので、ちょっとボイスの動画を上げれたらその後また追加で引いていこうと思います。もうメモリはパンパンなんでね、もう引くのが大変なんですけど、いや本当に早かったです。ありがとうございます。じゃあ早速動画上げていきたいと思いますので、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。